重い研究者、天畠大輔議員なんですけれども、れいわ新選組にですね、一緒に参加してくれています。でね、ごめんなさいね、ちょっと天畠さんがここに来るまでの間、一瞬喋らせていただきたいと思うんですけど、れいわ新選組には2人の重度障害と、そして1人の、難病を抱えた議員が存在しています。で、そういう人を議員にしたということに対して、クレームを直接言ってくださる方がいらっしゃるんです。体も動かないようなやつを議員にしてどうするつもりだと。税金の無駄遣いするつもりかと。そう言われる人たちがいます。なるほどと。想像力、それを広げるっていうことが難しい環境に置かれた方々もいらっしゃるんだな。私はそう受け止めます。今の日本社会っていうのは、小泉政権。覚えてますか？小泉政権。自己責任という言葉が一気に広がった、そんな時代だったんですけど、それが一気に加速してきているような状況が今だと思ってます。国や行政に助けてもらおうと思うな、自分の力で何とかしろ、周りに助けてもらえ、むちゃくちゃです。だったら国なんていらないし、そもそも政治なんて必要なくなりますよ。当然あなたが何かしら問題を抱えていたり困った時に手を差し伸べるものが国であったり、そして自治体や行政でなければならない、当然の話です。でね、誰もが寝たきりになります。誰もがだんだん体動かなくなってくる。それを考えた時に、私は今そういったさまざまな障害を抱えた人たちがある意味でのこの社会のバリアを壊していくということの先頭に立ってくださるっていうのは非常に心強いことなんです。高齢化社会なんでしょ。寝たきりになってからが一番人生面白いっていうような国を作った方がよっぽど希望を持てますよ。若い人あっという間だから、本当に自分だけは年取らないなんてそんなわけない。私もそう思ってたもん。でももうこんな年取っちゃった、この先なんてもうすぐですよ。私自身のためにも、高齢者になってからも寝たきりになってからも安心できる国を作りたい。そのためには様々存在するバリアを壊していくんだ。その先頭に立ってくれています天畠大輔議員です。天畠さんお願いします。赤沙汰な浜やら行のラリルレレあ行のあいれい令和新選組赤沙汰な行のなにぬねのの赤沙汰立ちつ天畠大輔です。参議院議員です。お集まりの皆さん、ご通行証です。そう、ここにお集まりの皆さん、そして中野駅前をご通行中の皆さん、令和新選組参議院議員の天畠大輔です。ありますか。赤沙汰な浜やらはあ行のあ赤沙汰な浜やら行のらりありがとうございます。赤沙汰行のた代読お願いします。ありがとうございます。代読お願いします。私は14歳の時の医療ミスが原因で中途障害者になりました。自分の口では話せないため、先ほどのような赤沙汰な話法でコミュニケーションを取ります。24時間の見守りも含めた介助が必要なので、重度訪問介護という国のヘルパー制度を使い、20人くらいの介助者でシフトを組んで生活しています。9年かけてようやく博士号が取れた2019年、その年の参院選で私は令和新選組の応援演説に行きました。そこで太郎さんに見つかってしまい、いえ見つけていただき、出馬のオファーをいただきました。最初はとても悩みました。そんな中、ある街頭演説で、あなたは何をしてくれるのかと太郎さんに迫る人がいました。太郎さんは何をしてくれるんだだけでは世の中は変わらないと返答していました。共感しました。私たち一人一人ができるのは選挙に行くだけではありません。自分の困っていることや漠然とした不安を言葉にし、誰かとつながることも今の社会に必要だと思います。
ありますか。あかささ作業家業のたあありますか。あか行のかきくけこほ。あか作業のさしこし。あかさたなはまやらわわおんこしん。あかさた行のたちつてこしん。個人的。あかさたな行のな個人的な。あか行のかきくけこほ。あかさたこと。あかさたなはわ。あか作業のさしすせせ。あかああ行のあいせい。りがあかさ行のさしせじ。あかさた行のたちつて政治的。あかさたななこと。合ってますか。あかさたたちつてです。そう。個人的なことは政治的なことです。一見個人的に見えることも政治や社会の影響を強く受けています。私たちは必ず何かの当事者です。例えばここ中野駅は様々な理由からエレベーターが設置できておりません。今は工事中のようですが時間がかかるようです。私のような車椅子ユーザーは駅から出てくるのに時間がかかります。本日私も電車で来ましたが他の乗降客を待たせてエスカレーターを止めて降りなければなりませんでした。この私の困りごとは個人的なことでしょうか。いいえ、困っているのは私だけではないはずです。多くの車椅子ユーザーだけでなくベビーカーを押しているお母さんお父さん足の不自由な高齢者の方にとっても中野駅を利用するハードルになっているはずです。これは社会の問題であり政治が何とかしなきゃいけない。これが個人的なことは政治的なことなんです。立候補する私の姿を見てそのことを思い起こしてほしい。そして大企業や大きな組織のバックがない草の根の令和新選組だからこそ個人個人が経験を持ち寄り自由に対話議論ができる。当時の私はそう思って参院選への出馬を決意し2022年7月に国会へと皆さんに送り出していただきました。現在参議院厚生労働委員会に所属し活動しています。議員になって2年が経った今当事者が国会に行くことの大切さを改めて感じています。皆さんは優生保護法という法律をご存知でしょうか。不良な遺伝子を持つ人間が生まれてこないように障害や難病のある人が子供を産めないようにする不妊手術や人工妊娠中絶が1996年まで50年近くもこの法の下で強制されてきました。その被害者は8万人を超えます。今年7月にようやく最高裁の違憲判決が出され国会もやっと被害者への補償法の策定に動き出しました。令和新選組も木村英子議員船越康彦議員そして私の障害当事者3人の議員が力を合わせて補償水準や救済対象などの問題に関して少しでも法案内容を前進させるべく全力を尽くしました。特に他党や法制局が難色を示していた優生思想による差別や偏見の根絶という文言当事者の求めを受けて令和新選組がギリギリまで交渉し国会の謝罪決議にその文言を入れることができました。優生思想の根絶という言葉が国会で読み上げられた時当事者自らが国会へ行き法律や制度を変えることの大切さを痛感しました。そして障害当事者を擁する令和新選組がこれからも先頭に立って優生思想の根絶に向けて取り組む決意を新たにしました。優生思想の根絶は障害者だけの問題ではありません。日本社会は少し人と違ったら選択肢を奪われ居場所がなくなりがちな社会です。どうせ誰も助けてくれないという諦めが社会を覆っています。私と同じように選択肢を奪われたり居場所がなかったりする人がたくさんいます。ありますか。あかさた、作業、あかさ行のさしすせ、
あ行のあいせい、あかさ行のさし、せいじ、あか行のかせいじが、あかか、あかさたなはまやらはかわ、あかさたなはまやら行のらりるれ、かわれば、かわれば、あかさた行のたた、あかさ行のさしすたす、あかたすたる、あかさたなは行のはひひ、あかさた行のたちつてとひと、あか行、か行、あ行、か行のか、助かる人が、あかさた行のたた、あか行のかきくたくさん、あ行のあいいま、います。続きますか。あかさたなはま行のまみみ、あかさたなみな、あかさ、みなさん、あ行、の、あいい、あか、いかがでしょうか。政治が変われば助かる人がたくさんいます。皆さん、いかがでしょうか。ありがとうございます。だから私は、令和新選組の仲間と共に政治を変えて、誰にでも居場所のある社会を作っていきたい。山本太郎代表を先頭に、令和新選組のチームなら社会を変えていけます。あかさたなはまやら行のらりるれれ、いわ新選組、あかさたなはまやらはわおお、あ行のあいうえおおう、おう、あ行のあいうえ、あ応援、あかさ行のさしてください。続きますか。ありが、あ行のありがとうございました。いいですか。終わります。いい。令和新選組を応援してください。ありがとうございました。ありがとうございます。天畑大輔議員でございました。妖怪だらけの永田町で本当にね、体を張って頑張ってくれています。ありがとうございます。天畑さん。ね、いつも素敵な笑顔で。ありがとうございます、本当に。むちゃくちゃ働きますよ。でむちゃくちゃ頭脳明晰なんですよ。そういう方々が令和新選組に入ってくれてですね、一緒にやってくれてるってことです。安楽死みたいな言葉あるじゃないですか、ね、自分で死ぬ時決められるようにしようよっていかにも良さそうに聞こえるんですけれど、本当にそれって自分の死ぬ時期決められますか、あなた自身がっていう話だと思うんです。で、私がもともと令和新選組を作ろうと思った理由っていうのは何かって言ったら、で、令和を作って、その上で、この人たちも一緒にやらなきゃダメだっていうふうに声掛けをさせてもらった理由っていうのがこっちなんですよ。いいですか？はい。これはですね、麻生大臣、麻生太郎さん、当時財務大臣だった時、2016年にこういう発言されてるんです。90になっても、90歳になってもって意味です。90になって老後が心配とか、わけのわからないことを言っている人がテレビに出ていたけど、お前いつまで生きてるつもりだと思いながら見てましたって、自分はどうなんだって話なんですね。これいつまで国会議員やってんだって話もあるんですけれども、結局この国の財務大臣、自民党の副総裁をやっている人間がその立場で、高齢者いつまで生きてるつもりなんだ、何が心配だお前、もう人生終わりだろみたいなことを笑い話みたいにして話してるっていうのに私恐怖したんですよ。つまり何かっていうと、この人たちは生活心配したことないんですよ。代々続く名家、お金の心配なんてしたことない。で、たとえこの人がこうさらに高齢者になって何かしら病気になったとしても、かなり高度な医療を受け続けられるんですよ。それ心配ないだろあんたは、そういう話です。一方で国民どうだって、年金もらえたってその年金で生活なんてできませんよ。つまり何かって言ったら、死ぬまで働かなきゃダメなんですよ、今のこの国で。そんな状況の中で、じゃあ人減らししろと、保険医療がかかるからどんどん殺していけとばかりに、高齢者にそろそろいいんじゃないですか、困ってんですよ若い人たちがみたいなことで、それを良しとしてしまったらどうなるかって言ったら、当然その次におそらく命を落とすのは、私は障害を持たれた方だったりとか、その次に命を落とされるのは誰って、あなたが決められるはずないじゃない、もうそろそろじゃないかお前って肩を叩かれて、いや私は違うってどうしてあなたが言えるんですか。それを証明できるだけのものを持ってる、
死ぬ時期を人から結局は決められてしまう。嫌と言えない。そんな状況にされかねませんよ。私はそう思ってんです。だって国民の 6.5 人が1人、6.5 人に1人が貧困でも自立上放置プレイじゃないですか。こんな国の中で安楽死の議論を安易に進めるわけいかないと。だったらその最前線に立ってる人たちに現場に来てもらう必要がある。そういった思いで2019年旗揚げの時に2人の障害を持った方、障害を持ってそして難病の方に国会に入ってもらったわけですね。でその次の参議院選挙では天畠さんに入っていただいたという話になります。そのような令和新選組8人しかいないんですけど、700人いる国会議員の中いろんな人がいていいじゃないですか。障害を持った議員もいる、難病を持った議員もいる、いろんな700通りの問題を抱えた人たちの集まりにすれば本当の多様性って国会から始まるんじゃないですか。でも今そんなことなってませんよ。自民党の4分の1の国会議員が猫ババ泥棒ってことは分かってんです。もう雑な分布ですけどね、はい、もうむちゃくちゃです。企業側の代理人が増えれば増えるほど国内を草刈り場にし、この国の中を貧しくしていってしまった現実、それを考えるならばもっとさまざまな人があの悪の巣窟を目指してですね立候補できるような状況にしていきたいというふうに思ってます。令和新選組代表山本太郎と申します。今日は中野で皆さんにマイクを回していきたいと思います。で質問これから皆さんにねしてもらうんです。山本に直接。ただしですね、全ての質問に答えられるわけもございません。たかだか山本太郎ですから。もし山本が勉強不足で答えられませんという時にはですね、ぜひ助け舟どなたか出せるようだったら出してください。助け舟出してくれんの？じゃあ助け舟出さないんだったら今手を下ろしておいてもらっていいですか？今それまだ募集してないんで、すいません。はい。で、ルールがあります。質問これからしていただくにあたって山本太郎みたいなマイク好きが何人もいたらもうその人たちだけで終わっちゃうんで、一回マイク持った人は1分以内に質問に行っていただくと。でもう一つ質問の数なんですけど、一つに絞っていただきたいんです。1分の中で5つ質問できるとか関係ない話で、5つ質問されて5つ答える丁寧にってなるとそれもまた時間がかかってしまうので、1分そして1問を込めて投げていただきたい。そしてまだ聞きたいって方はですね、もう一度発言の機会を待っていただきたいというふうに思います。そして、この後ですね、私がどなたかご発言していただけますかというふうに声をかけますので、そしたら希望される方は挙手手を挙げてください。でその人を私が指名します。じゃああなた行ってみましょうか、行ってみましょうかとなった時に、やった当たったと思って手を下げないでいただきたいんです。上げたまんま、マイクが届くまでは手を上げたままじゃないと、マイク渡して誰に渡していいのかっていうのが分かんなくなるんですね。スタッフの方がよろしくお願いします。そのような形でこの後皆さんにマイクを回してまいります。よろしくお願いします。